ちゃこんにちは、そこおじさん。なんか今最初噛んだな。ちょっと噛みましたね、はいはい、何で行こうかなと思ったんですけど、いや速報出してさ、ありがたいことに、はい、もう写真もいろいろ変えてくれてるんやけど、ネット記事ですよね。あ、まあいい写真も使うし、え、これ使うみたいなのもあるしな。そうなんですよ、あの前の動画でいろんなパターンの写真を使ってくれると嬉しいなと一言言ったら、毎回違う写真を載っけてくださって、だからインスタでもどれがいいかってリクエストをちょっとアンケート取ったよ。どうでした？やっぱり野球やってるところがいいっていうな。じゃあ、はい、ぜひあの記者さん、若い頃の野球をやっている時の豊さんの何か写真を持ってる方いらっしゃったら、それで載せてください。それを見たら、でもありがたいね、記事になるってね。ありがとうございます。ありがとうございます。で今日は何の話かというと、はい、やっぱり京田選手、まあ、阿部も含めてね、中日も含めてね、はいはいはい、まあ、今日は中日の話ということで、はい、2選手はまあ中日から出てしまいます、はい、阿部選手、京田選手、この行った先で豊さん、例えばどんな活躍、まあ、阿部はね、はい、浅村がファーストに行くんじゃないかって、うん、でおそらくセカンドを阿部に任して、はい、右の強打者2人という。まあ阿部が強打者になるかどうかわかんないけども、だけどまあ6番あたりはい、に置いてみたいな、はい、まあ、左がずらっと並ばないようにね。そうですよね、まあ、そういう使い道っていうのはあるよね。もうあの即開幕からもうすぐに使い出すっていうことですよね。もう、やっぱりまあ状態にもよるけどな、はい、うん、キャンプの状態にもよるけども、うん、まあまあそこそこボールを引きつけて反対方向に打つのもうまいし、はい、まあや俺はやると思うけどね、阿部はね。そうですよね、うん、あと京田、はい、まあ、三浦監督から電話をいただいたみたいで、ね、思う存分暴れてくれという、うん、まあ、ポテンシャルは俺高いと思うよ、はい、うん、で新人王も取ってるしさ、うん、で歴代井端の次にヒット打ってるとかね、はい、うん、まあ、そういうこと考えると、まあ、打てない打てないっていうことも、まあ、打てない年もあったりとかもするとは思うけども、はい、そうだな、強打の力を持ってすれば安定的に7分8分は打ってくれそうな気はするけどね、俺は。おで足も使えるから、はい、で盗塁の技術っていうのもね、うん、まあまあそこそこあるし、はい、だから戦力としては十分働けるというね。そうですよね、うん、と思うよ俺は。あの、まあ、中日だとなかなかこうスタメンで出れることがなかったですけど、まあ、今年はな、今年は、はい、DeNA 来シーズンどういうふうな起用のされ方になってくるんですか？いや、だから牧は、まあ、セカンドで決まりじゃない、はい、で宮崎もサードで決まりでしょ、はい、でショートを誰にするかという、はい、やっぱ固定をしたいんだよね、うん、できるだけ、まあ、大和がいたりだとか森がいたり柴田がいたりだとか、はい、まあ、その中でこう回して使うよりもセンターラインっていうのは安定的に使いたいよね、うん、まあ、そこら辺の狙いはあるよね、はい、今年森という人間をすごく期待したんだけども、はい、思いのほか成長が見えなかったという、まあ、確かに1年目よりは2年目、うん、2年目よりは3年目って思うけど、はい、だけどちょっと物足りないよな、うん、だからそういう意味では強打を見習ってみたいな、うん、まあ、強打は守備うまいからね本当にね、はい、まあ、見本が来たみたいなね守備ではね、はいはい、だからまあそういう形で俺は使っていくような気はするけどもね。あ、まあ、森選手とは併用だったりすると、まあ、ショートってことですよね、まあ、併用になるか、はい、まあ、強打を打てばもう森の出番はちょっとしばらくないっていうような。そうですよね、まあ、よっぽどじゃないとね、はい、使わないみたいな、うん、まあ、そういう形を取る可能性もあるというね、うん、あとは例えばその牧選手ファースト説っていうのももちろんあるんで、だからまあ外がいなくなったらね、はい、でも外は来年もいるわけでしょ、うん、だからなかなか外せないよね。で外ってまあ今シーズンダメだった分だけ、うん、まあ、来シーズンはすごく活躍すると思うし、はい、強打がやると 1,2 番に入ってくると、いや、やっぱ厄介なチームになってくるよ、ね、足は使えるし、1番桑原選手、うん、2番京田選手で、うん、3、4、5と、いや、そこら辺繋がってくるからね。そうですよね、
そこら辺は俺は期待をしたいけどね。まあ、今日だとね、一回話したりとかいろいろしたことあるんだけども、はい、ちょっと人見知りというかさ、うん、まあ、ちょっとシャイな部分があったりとかもしてあれなんだけど、でもすごくいい子だからね、うん、だからチームにもすぐ溶け込むんじゃないかと思うし。そうですね。で、安倍のそのなんていうの、 SNS のこう挨拶をしてたの動画見たけども、はい、なんかこう気持ちがすっきりしてるような、うん、そんな感じがしたよね、うん、一頃さ、トレードってものすごく暗いイメージがあったんだよね。ネガティブでしたよね。そうそうそう、うん、だからそういうものではなくて、なんか自分をより光らせるためにこう移動するというね、はい、まあそういう意味ではすごくいいトレードだったかなという。そうですよね。で、涌井は、はい、まあ、セ・リーグ来る、バンテリンドームが味方になる、まあ、そうなってくるとある程度点を取ってくれたら、はい、まあ、点が取れないからな、ピッチャーって点を取ってくれないと勝ち投手になれないからさ、はい、でもポテンシャルとしたら、はい、来シーズン、うん、まだギリギリ10勝できるぐらいの力残ってる。お、俺はそう思ってる。最初からやればね。中日何番手になるんですか、涌井投手。あ、4番手ぐらいね。まあ、1番手が今、まあ、大野でしょ。大野、小笠原、柳っていうのがいるじゃん、はい、まあ、その次ぐらいかなっていう。高橋ひろと投手。あ、高橋ひろとがおるわ、はい、高橋ひろとが2番手ぐらいやな、うん、今そういうことだから5番手ぐらい、まあ、ローテーションには絶対入ってくるよ、うん、キャンプさえしっかりできればね、はい、うん、だから非常にいいと思うよ、うん、いや、これは援護点平均4点あれば。いや、なんだ4点かって、4点ぐらい取るやろお前中日で4点。いやいや、それは厳しいかもわからんけど、はい、まあ、4点取れれば、まあ、10勝2桁っていうのはなんか涌井だったらやりそうな気がするよ、うん、まだ全然使いべりしてないというかさ、はい、非常にタフだしね。そうですよね、うん、体も、まあ、骨折があってね、今年はね、あれだったけども、ちゃんとやれば10勝ぐらい俺セ・リーグでできそうな気はするけどね、バンテリンが味方だし。あ、まあ、まあ、そうですね、ホームの時はね、はい、だけど、まあ、そういうことを考えるとやっぱこう10勝しそうな感じがするし、はい、まあ、砂田、はい、うん、まあ、砂田がどういう扱いをされるかどうかなんだけどもね、うん、まあ、まあ、だけど、まあ、経験もしっかりしてるしね、長継ぎの、はい、うん、だから、まあ、そこそこは安定的にはやってくれると思うよ。うん、まあ、中継ぎで、まあ、左、貴重な左というところ。ただいいトレードだったよね。あ、そうですよね、いいトレードだったけど、心配なのは中日の内野陣だよ。内野がいないいないって言いながら三ツ俣クビにする、はい、アメを出す、強打を出す、はい、まあ、一頃のセンターラインだからね、ごそっとですよ、うん、いや、だからここら辺がちょっと心配なんだけども、はい、ただやっぱり出すかりにはやっぱり秘策は持ってると思うんだ、いろんな、はい、例えば情報によると岡林を内野に戻すんじゃないかっていう。今ね、内野での練習をすごくさせてるっていう。すごくさせてたみたいな、ずっとシーズン中からね、はい、だからまあ土田と岡林、まあ高橋周平、石川、はい、とか、まあ、あとはルーキーを絡めながらみたいなね。ルーキー1年目から内野どうなんて。いや、これは点を取れないっていうふうに居直れば、はい、まあ、守備の堅いやつとか、うん、うまいやつを優先的に使うということを考えると、はい、まあ、アジア大学からこう入ってくるね、はい、まあ、ちょっと難病があったんだけどもさ、うん、だけどそういう選手を使ったりだとか、はい、抜擢したりだとかするケースはあるよね。だからやっぱこう変えるにはやっぱある程度粛清していかないとさ、まあ、もちろんそうですよね、うん、チームは変わらないしね、いつまでもね。ただその石川選手の怪我が本当にその3月戻ってこれるのかって、だからそれも目処は立ってんじゃないの、ね、うん、おそらく目処が立ってるし、岡林もひょっとしたら内野に戻ってくる可能性もあるし、はい、だからそういったところで、まあ、岡林っていうのは今年すごく自信をつけたよね。そうですね、 GG 取りましたし、ね、そうそう、でだからそういう意味で内野に戻すのか、はい、っていうこともあるしね。だからいろんな構想の中でやってるわけだから、はい、それは単純にこう上っ面だけ見て、はい、ね、おい二遊間出しちゃったよみたいな、いや、そうなんですね、いや、なるとこれはやっぱ騒ぎ立てるネタにはなるよね、はい、大丈夫かなって、いや大丈夫かなって、いや、その
仮に使うとしても若い選手を使うにしてもいや保険かけておかなくて大丈夫かって でもね保険かけるとろくなことがないんだよ。やっぱ迷い出すんだよ指揮官が、はい、その迷いを取ってこれでいくっていう風に、うん、もう居直ったんだろうな。もう腹くくったんでしょうね、うん、きっと。だからこれで結果が出なかったらっていうことなんだと思うよ、はい、もうまあ、自分のもう身体をかけるぐらいの勢いで、まあまあそのぐらいのつもりではみんなやってるしね、はい、で立浪監督もその腹積もりで、うん、やろうと思ってるはずなんだよ、はい。だからまあとにかく動けるやつ、うん、足が速くて、はい、まあ、そういった野球を目指すのにこの2人っていうのが交換要因になっちゃったのかもわからないね、うん、だからピッチャーを補強してるわけよ。あ今1対0、うん、2対0で勝つっていうことを考えるとやっぱりよりピッチャーがいるというね。そうですよね。それは苦しいよ。でもね投げる方はなんとかなるんだよ、はい、抑えるとかね、まあ、なんとかなるっていうか、まあ、それのボールを持ってれば、はい、でも打つってさ、うん、なかなかやっぱ難しいよ。しかも急にはいかないから。そうですよね、うん、だからその描いてる野球っていうのをこうイメージ的にこう変えようとしてるんじゃない。もう一新させるってことですか。いやだからそれはね計算が出ない、計算立たなかったら、うん、そんなトレードやんないよ無言で。そうですね、思いつきであれはしないですよね。しないだろ。怖くてできない。だからまあそれを中日ファンはやっぱ信じた方がいいし、うん、はい、そういうふうに願わなきゃいけないし、はい、まあ、来年はおそらくスピード感のある野球をね、うん、展開していくと思うよ。なるほど、うん、でちょっと次の動画で、はい、豊さんに今中日ファンでも、まあ、野球ファンで呼ばれているのがまだ中日トレードあるんじゃないかとか他のチームトレードがあるんじゃないかっていう、うん、もう噂がすごいので現役ドラフトもあるわけだろ。12月8日にあります。それ考えるともうコマあるか球あるかトレードするあるかもしれないです、ね、あるかピッチャーで一人おるな。あ、それはじゃあ次の動画でお願いします。それ名前言うの。はい、お願いします。